終わった人は、内田手紀子の長編小説。地方紙発紙に2014年6月9日より連載。過失を経て講談社より2015年9月17日に、刊行された。仕事一筋で定年を迎えた、東大卒のエリート銀行マンの定年後の悲哀を描く。2015年発表。講談社文庫館。2017年にラジオドラマ化。2018年に、 映画化された。田代宗介はかつて大手銀行の銀行マンであったが、子会社に出向させられ、そのまま定年を迎えた。趣味や夢もなく、これまで仕事一筋だった彼は退屈な日々を送るようになった。宗介はスポーツジムに通ったり、図書館で時間を潰そうとする一方、職業安定所で職探しを始めるが、高学歴と、 立派な職歴がネックとなり、思うようにいかない。妻や娘からは、恋でもしたらとからかわれる始末。大学院で文学を学ぼうと思い立った宗介は、勉強のために訪れた、カルチャースクールである女性と出会い、恋の予感が芽生える。さらに、スポーツジムで知り合った新興の IT 企業社長との出会いによって、思わぬ人生の転機が訪れる。大体さんプレゼンツ東京 FM。 サンデースペシャルラジオドラマとして、東京 FM にて2017年3月26日の19時から19時55分に放送された。2018年に、中田秀夫監督、立博主演で映画化され、同年6月9日に公開された。第42回モントリオール世界映画祭、最優秀男優賞受賞。6月9日から10日の国内映画ランキング第4位に、 ランクインした。ありがとうございます。